とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、珍しく漆黒丸を使ってます。ほとんど俺ブルームーンかノアを使ってるんだけど、今日はちょっと漆黒丸でいきます。漆黒丸が一発一発のダメージでは一番取れるのよ、ダメージが。でもまあ連続ヒットするんでこっちの方が強くなってるんだけども、ちょっとね今日ほらここドーベルのとこに来てます。ドーベルにブルームーンのブルーストリームこれねを当てた時って一発3万いかないかなぐらいのダメージなんだよ。なので合計9万ぐらいのダメージが今のところ俺の最大なんだけど、ちょっとね、このグランドオーダーアースブレイクで、99999を狙いたいと思います。なんとかなるかな?わかんない。わかんないけどやってみる。装備は、これです。まず爆食。全捨て 36% アップ。で、ズラモヒカン。人間キャラ1人ごとに攻撃力 15% アップ。3人いるから 45% アップね。で、コンパクトミラー。で、スピリットがプラス450。で、ポアレを食べて、スピリットを 30% アップ。めちゃくちゃ上がっていくよね。で、さらに、武器。捨て身武器で攻撃力が 45% アップ。これで、どうだろう。まあ、できれば、アースブレイクのスキルに、技がついてればよかったんだけどね。必殺技のダメージが何パーセントかアップするっていう、それがついてればよかったけど、まあついておりません。はい、まあちょっと前置きが長くなったけども、とにかく今日は最大ダメージを取りに行きます。いけるかな、いけるかな。まあ芸能人ガクトでさらに今までのひっくるめたやつを2倍にするので相当出ると思うんだけどね。まあまあ、まずは攻撃力を上げます。いいですね。多分もういったかな。 OK、 多分もうマックスになってる、うん、なったね。じゃあ行こうか、行きます。あっ、いけ、あな、7万7000か。でも999はちょっと難しいのか、ドーベルに関しては。いやでもね、なんだ、めちゃくちゃ強いよ。やっぱりグランドオーダーアースブレイク4発でこれぐらい削れるんで、まあまあ仲間のね通常攻撃も当たってるんだけど、そうかそうかそうか、壊れ食べてない、壊れ食べてなかったね。そうだそうだ。でしかも今ちょっと能力値が下がってるんで、そうかそうかそうか、 OK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 、 まだ望みはある。能力値ダウンしてない状態でポアレを食べていけばいいか。いや能力値これあれだな、防御力とスピリットじゃなかった、うん、防御と魔法防御が下がってる状態なんで関係ないか。まあポアレ食べて最大まで攻撃力を上げてからやってみよう。あ、死ぬなよ死ぬなよ、確か死んだらダメなんだよな、ちょっと待て、よし、あ大丈夫か、ちょっと待て待て、オッケー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 、最大いったでしょう。仲間生き返ろう、いきます。5万ああこれが限界か、これ限界か。まあまあ5万でも相当すごいんだけどね、相当すごいのは間違いないんだけど気持ちよくはないな。
よし、オッケー。うわとりあえず、一回やろう。よし。もう一回やろう、もう一回やろう。食べて。あー、ちょっと待って、生き返らせる。敵がね、ドーベルが大きくなった分、ちょっとやりにくくなってる。あー、ちょっと待って、もう一回。よし、よし、はい、もう、あ、チャンスの時打てばちょっと違うか。で、打てない。チャンスの時に打てない。チャンスの時は敵のステータス下がってるから当てやすいんだけどね。うん。ああ、もうステータスが戻った。最後もう一回やってみます。いやー、なんかちょっと悔しいな。なんかちょっと悔しいぞ。仲間をしっかりと生き返らせて挑戦します。もう一回生き返らせて、生き返らせて。あ、もう死んじゃった。死んじゃった。いや、でもまあ無理なのか。やっぱ5万が、そうね、6万近くはいくけど、それが限界か。あーとなるとやっぱりブルームーン、ノアの方が強いか。そうね、やっぱそうなってきましたか。そうか、まあ倒しきります。あぶね。いやー、もうちょっといくと思ったけどな。まああとね、レベルが91、陣兵上がるし、でさらに突撃がついてる武器を入手できればさらにあと 15% アップするんで、それで上げれるかな。いや、でもそんだけ上がったとしても99999は出ないっぽいな。7万ぐらいが限界かもしんない。はい、まあちょっと今日はね、漆黒丸で9999を狙ってみたけど、振動ベルにはちょっと出ないね。出ない。もしかすると出ると思ったんだけども、結果出ませんでした。うん、まあもうちょっとこうするといいよっていうのあれば教えてください。はい、ではね、また出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。